家計が急変した学生に対する支援策が高等教育就学支援制度であります通常は生計を維持されている方が亡くなるまたは失職した場合に限って使うことができる制度ですが今般の新型コロナウイルス感染症の影響によりまして収入が大きく減少した場合にも使っていただけるようになりましたこの制度は2020年本年の4月から運用がすでにスタートしております 通常こうした授業料の減免措置あるいは入学金の減免措置また返済の必要のない給付型奨学金というのは前年度までにお申し込みをしていただく必要がありましたがこれは今現在で収入が落ちてしまった困ってしまっている入学金や授業料の支払いに困っている現役の学生の方が今から申し込むことができます。昨年度このの給付型奨学金の 先行に漏れてしまった場合でも今回新たに申し込んでいただいて給付の対象となる可能性がありますのでぜひ申し込みをいいいたただきたいと思いますまた給付型に該当しない方ももう少し条件の緩い対応型の奨学金に今から申し込んでいただくことも可能ですしまたさらに生計を維持されているご両親の収入に大きな変化がない場合でも例えば学生自身の方が。 アルバイト収入が減ってしまったことで今、えー、学業の就学が困難になっているというケースもあるというふうに思っていますこういう場合にも今から奨学金を申し込むことができる在学採用という制度がありますぜひ日本学生支援機構の方にご相談をいただきたいと思います